願いします。ですね、はい、コンビニのバイトがめっちゃ得意だったんですよ。あ、そうなんですか。一番長続きした。はい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 。まあ、工場のライン作業はもうすぐやめた。まあ、向き不向きあるからな。全然向いてなかった。あ、そう。コンビニのバイトめっちゃ得意だったから、うん、ちょっと見てほしい。じゃあまた俺着としていくか。お願いします。ここがあいつがバイトしてるコンビニか。ビーン。ピッ、240円がいって。お、360円がいって。ちゃんと11点じゃん。後ろ7個。ピッ、720円がいって。ピッ、460円がいって。ピッ、520円がいって。ピッ、340円がいって。ピッ、260円がいって。ピッ、420円がいって。ピッ、72円がいって。ピッ、1600円がいって。多くない？ピッ、1300円がいって。多くないかな。ピッ、740円がいって。コンビニだよな。ピッ、560円がいって。そんな買ってんの、そいつ。ピッ、270円がいって。ピッ、840円がいって。ドンキ行けよ。そんな買うならドンキ行った方が良かったって。380円がいって。ピッ、380円がいって。以上、84.58000円です。そんな買ったの。シールでよろしいでしょうか。シールで？シールで？84点全部シールで？こいつ84点全部シールで払おうとしてんの？なんで？シールで？お前シールで84点全部やろうとしてんの？なんで？シールで？ね、シールで全部やろうとしてんの、お前。そんなわけないじゃん。袋買うよ。シールで？シールでやるわけないじゃん、お前。どうしたの？なんで？これ全部シール貼るの、お前。シールで？なあ、そんなわけないよ。ありがとうございます。え、本当にお前シール貼るの？あ、すげえ、めちゃくちゃ手強くシール貼ってってる。お前工場のライン作業絶対向いてたって。もったいねえよ、お前すぐやめてさ。ああ、ああ、もう同じとこ住んでるからどんどん高くなっちゃってんじゃんか。もう一個建てろってなあ。ほら、もう飛ばないとたどり着かないと高くなってんじゃん。なあ、助走つけてやんじゃねえよ。商品だからなあ。助走いいじゃねえかよ、その止まったら。なあ、ありがとうございました。あ、あの客すげえ、片手で全部担いでった。次の方どうぞ。はい、これお願いします。120円がいって。あ、こちらをお買い上げのお客様にこちらを差し上げてます。はい、お、もう終わりだよフレンズ。あの日見た景色を僕も今見てるんだね。あの日の言葉の意味今さら分かっても遅いよ。ああ、これ何ですか。YOASOBIの新曲っぽい歌詞を考えた僕のメモです。仕事しろバーカ。あ、1点だけでいいですか。1点だけ別に普通だからね。あいつが異常だっただけで。あ、直近5人の客の買ってった商品の点数は78、84、82、79、75。初期の F1 の点数じゃねえ。おめでとうございました。